どうもお疲れ様です。今回もね、永久保存版的な動画の方を作らせていただきます。これは FX オリガルヒのどっかのね、講義のどっかでも埋め込んでるんですけども、改めて取り下ろしでお伝えしようかと思います。まあ、ご覧のように取引する時間軸って1分とか5分とか、それから15分っていう短期足ってのがありますよね。それがここに書かれております、短期足ね。で、1時間とか4時間のようなテクニカルが働きやすい中期足っていうのがここにあって、長期足っていうのはファンダメンタルズによるんですよ。で、それをさらに細かくしたのが上に書いてあるものなんですけども、短期足1分とか5分っていうのははっきり言ってね、動きは分かりません。ランダムウォークって言って、もうね、いろんな偶然性が入り込むんですよ。特徴としては偶然の積み重ねでできているのが短期足1分とか5分です。で、これは瞬間の判断の積み重ねなんですよね。まあ、ですので公式として作り上げるのは非常に困難なんですよ。まあ、そもそも1分とか5分っていうので取引をするっていうことは、もう資金がちっちゃいんですよね。資金がそんなにね、何億っていう金額をね、秒単位で出し入れとかっていうのは、本当高速の自動取引ツールじゃないとしませんから、私たちはここには当たらないのかなと思います。で、中期足っていうのはだいたい1時間とかせいぜい4時間、この2本ぐらいの時間軸でやるんですけども、まあ、およそ私たちの生活に即してるんですよ。デイトレードに向いていると。で、一定の法則のもと、これは結果が出やすいんで、より多くの投資家さんがこの中期足から始めて、中期足で、その職務を全うしていくってことになります。で、公式化可能領域って言いますけども、いろんな現象が私たちの暮らしとのペースにマッチしてるんで、公式化がしやすいんですよね。そこそこ偶然性も入るんだけども、でも基本的には公式化されている。じゃあ、偶然性の入りやすいファンダメンタルなところ、例えば毎月金曜日の21時半米国雇用統計が入るよっていうところは避けていくとかね、月曜日とか金曜日よりは火水木に照準を絞っていくとやりやすいよっていう風なところが公式化可能領域っていうんですよ。まあ、ですので、まあ、取っかかりはここが一番いいかなっていうところです。で、今回お問い合わせいただいたのがね、日をまたぐ取引なんですけども、もうね、まあ、2、3日とか1週間みたいな単位で取引をするときっていうのは、もうテクニカルも補助的に使うんですけども、主にはもうこっちの方に入ってきます。例えば週間取引っていうのは私もやってますけども、結局ね、例えば月曜日に150円の000だとしたら、1週間が終わったときに150円の000よりも値上がりしたのか、それとも150円の000を終わって149円以下なのかって、これだけなんですよ、判断材料って。その判断を積み上げるのに、有力者の意思、これファンダメンタルですよね。そして国家間の事情、これも予測不能なところがありますけども、こういったところをどんどんね、情報精査していく。そして材料が今週どのぐらいあるのかっていうところね。で、その材料によって上の方に行くのか下の方に行くのかっていうふうな過去の判例、そして巨額資金の流入があるのかないのか、ありそうだとしたらそれはどこからなのか、こういった情報を精査することによって、チャートはほとんど見ないんですよね。現在価格と1週間後の価格、もしくは数日後の価格をいろんな情報を精査して上なのか下なのかって判断するだけなんですよ。ですんで、チャートはほとんど出てきません。で、こういうふうに書いてますよね。恐れながら追加でもう 1.5 教授願います。ご指示通りドル円に絞って利益を積み上げていくために、ロットを増やすことに加え、デイトレ以上のスイングトレードの利益が欲しいと思ってます。当然デイトレードができるようになってきて、テクニカルが使えるようになってきたら、そのテクニカルが使えたことを基盤にしてファンダメンタルにも挑戦してもらいたいんですけども、難易度は極端に上がります。だから、そのテクニカルがね、もういつものように勝てるようになってから、テクニカルで稼いだ部分をファンダメンタル、つまり長期足の投資に使っていくって感じです。もう一回おさらいすると、ここで当たり前のようにお金が、余剰資金が作れるから、その余剰資金でもってこっちにトライするって感じなんですよ。長期足ってのは当たればでかいんですけども、その代わり、予測するのが非常に困難なのと、もうね、テクニカルに使わないような、もう膨大な時間使います。これがテクニカルってのは、チャートの形さえ分かれば5分とか10分で判断できるんですけども、こっちの方はそうはいきませんからね。相当な情報精査しないといけないんで、大仕事になりますから。
ご用心ください。で、質問の方に戻りますけども、そうなると1週間など日をまたぐホールドはある意味欧州時間の動きも盛り込んで、なおかつ見通しが効く確率の高い場所を見つけ出すことなのかなと。うん、これもね、概ね外れではないんですけども、欧州時間どころじゃないんですよ。その時間帯の材料以外にも見るところが莫大増えますから。例えばね、今イスラエルとハマスの問題ありますけども、あんなも情報がどんどん更新されるでしょ。あれも必要なんですよ。だから、本当にね、なんかこう暇じゃないとできないですね。副業とかではなかなか長期足っていうのは1週間取引っていうのは難しいです。だからなんていうんですかね、テクニカルで暮らしていけるようになったら考えた方がいいかなと思いますね。で、これについてはできれば久保さんが実際にスイングで短期間でも完結、利益を出されたチャート系やファンダ図、図紙いただいて解説できれば嬉しいでしょ。だから図を使わないんでね、これはね。図を使わないんでこれを出すことができないんですよ。まあ今日のところはね、そういった回答になるかなと思います。図を使わずにたくさんの情報を精査した結果、1週間後は上なのか下なのかっていうふうに判断を下すだけですから。そのためにね、やっぱこう月10万円の LINE グループとかあるんですけども、そこで情報のやり取りをしたり他の人の判断を参考にしたりっていうところはありますけどね。かなり難易度が高いですから、まだちょっと手を出さない方がいいのかなとは思います。ただ興味を持っていただくのは非常に、いいことなんで、ただテクニカルで使う時間以上の時間使いますから、物理的に無理だと思いますんで、積極的にね、お勧めすることはできないかなっていうところです。で、もう一回お答えしますけども、チャートはほとんど使いません。情報をたくさん使うんで、すごく大変です。じゃあ一旦以上です。